朝ドラ虎に翼。昭和11年弁護士法が改正され、ついに女性にも弁護士の道が開かれました。昭和13年秋、満を持して司法科試験を受けた吉子は筆記・口述試験ともにパスして見事合格しました。前年不合格だった中田雅子、そして同じく明大同窓生の久米愛も合格し、ここに日本初となる女性3人の弁護士の卵が誕生しました。今回はその後の人生をエピソードを交えながらご紹介します。最後までご視聴いただけると嬉しいです。吉子は24歳になりました。日本初の女性弁護士と新聞で持ち上げられても、一人の女性としては相変わらず法律を勉強する女は不人気でした。母信子が案じたように、吉子に世間で言うところの良い縁談は来ませんでした。お茶の水工場の同級生は当に結婚して母親になっている者も多くいました。稀に新聞記事を読んで、ぜひにと吉子を嫁にもらいたがる男もいましたが、そういう男に限って母信子のお眼鏡にはかないませんでした。弁護士としてはピヨピヨしたひよこでしたが、結婚前の女性としては少々唐が立っていました。でも吉子はちっとも気にしていませんでした。毎日忙しく仕事をしているからです。大学に通っていた頃より1時間は早起きして市電で丸の内の事務所へ向かい、時には夜遅くまで残業しました。吉子が司法科試験に合格した後、書生の和田義雄と2人で会うようになりました。お祝いしたいからとレストランへ連れて行ってもらったのが最初でした。何度も2人で会っているのに、いつまで経っても書生の立場から踏み出してきてくれませんでした。1940年12月、1年半に及ぶ弁護士司法修習期間を無事収め、吉子は第二東京弁護士会に弁護士登録しました。吉雄からプロポーズされたのはその日のことでした。吉子は待ちわびていました。翌年の1941年、結納を交わし、吉雄は吉子の許嫁となりました。前から家族同然でしたが、本当の家族になりました。同じ年、太平洋戦争が勃発しました。米英をやっつけろと国中が興奮に沸く中で、吉子は吉雄という伴侶を得て人生の新たな局面を迎えました。1941年11月5日、吉子は和田義雄と結婚しました。武藤吉子から和田義子になりました。吉子は2日前に誕生日を迎え27歳になっていました。満州事変以降、世間では華美なものを避ける風潮が続いていました。結婚も例外ではありません。吉子と義雄も身内だけでささやかな式を挙げました。1943年1月1日、吉子は男の子を産みました。名は吉武。義雄と武藤から一文字ずつ取ったそうです。太平洋戦争が始まってからは、私的な争いをするのはどうかという風潮が高まり、すっかり民事裁判を起こす人が減ってしまいました。弁護士業は開店休業の状況になってしまいました。せっかく弁護士になったのに仕事がなくて廃業かと案じていました。ちょうどその頃、母校の明大女子部から声がかかり、講師として民法を教えることになりました。初の女性弁護士として中田や久米らと共に一躍時の人だった吉子は、法律を学ぶ女子学生からすれば憧れの存在でした。母校に貢献しつつ夢に向かって歩み続ける多忙ながら充実した日々でした。しかし幸せな日々は長く続きませんでした。1944年6月、吉雄に赤紙が届きました。出生の時吉武は1歳半でした。しかし以前に六膜炎をした傷跡があったため、召集が解除されました。翌1945年1月、戦争は末期ですが、吉雄はまた召集されました。これが吉子にとって夫との根性の別れとなってしまいました。戦時中、親友の夫が応召した際、吉子は親友と共に日比谷公園で帰還の願掛けをしました。吉子は無宗教ながら占いの類は好きで、親友に必ず夫が帰還するまじないを教えました。それは亀の甲羅に墨で夫の名前を書き、酒を振りかけ池に放つことでした。放たれた亀は真夏の炎天下、のろのろと池に沈んでいきました。二人はその姿を見守ったそうです。後に親友の夫は病を抱えながらも帰還を果たしたそうです。
一方、よし子の最初の夫、和田よしおも帰国こそしたものの、よし子との再会はかなわぬまま、専病死しました。後年、よし子が裁判所の調停の出勤途中、日比谷公園を通りかかると、池の水際でじっとして動かない2匹の亀を見つけました。相当年を経た亀のようでした。もしかしてあれは自分が過去に放った亀ではないかという思いが頭をよぎったそうです。戦争が激しくなるにつれ生活が苦しくなりました。弟一郎の妻と生まれたばかりの娘と一緒に吉子は疎開しました。吉武は2歳半でした。4人は6ヶ月間福島県の農家で暮らしました。畳もないご座の上、ランプの下で、のみとしらみの巣の中、四方八方に頭を下げながら食料確保しました。田植えを手伝ったり、鎌を握ってお百姓さんの真似事を覚えました。幼い子を守る必死の戦いを、生来の旺盛なバイタリティでとにかく耐えたそうです。豊かな家で育てられた彼女です。大変な苦労だったことでしょう。終戦を挟んで3年の間に、よし子は4つの葬式を出しました。最初は1944年6月、よし子のすぐ下の弟、一郎が戦死、2度目の王将で沖縄に向かっていました。輸送船が鹿児島湾の沖で沈没しました。次に1946年5月、よし子の夫、和田よしおが軍隊で病死、中国に渡るとすぐ六膜炎を発病、上海で入院しました。その後、長崎の陸軍病院で亡くなりました。不幸の連鎖はさらに続きました。1947年1月、診療が重なった母信子が脳溢血で死去。同年10月には妻の後を追うように父貞雄も肝硬変でこの世を去りました。終戦を挟んでわずか3年の間に弟、夫、母、父の4人を失いました。相次ぐ不幸に見舞われた吉子でしたが、いつまでも悲しみに暮れているわけにはいきませんでした。幼い吉武を抱えて生活していかなければなりません。吉子はこう書いています。それまでのお嬢さん芸のような甘えた気持ちから真剣に生きるための職業を考えたとき、私は弁護士より裁判官になりたいと思った。なぜ弁護士でなく裁判官なのでしょうか。そのきっかけは1938年の秋、吉子が司法科試験を受けた時まで遡ります。筆記試験に合格し、口述試験を待つ控え室のことです。彼女の目に飛び込んできたのは、司法官司法採用の告示でした。ただし、日本帝国男子に限る。この一文に吉子は強い憤りを感じたそうです。改正前の旧弁護士法は、弁護士資格として男子たることと法律で定められていました。しかし、裁判官や検察官などの管理は性別を定める法律がありませんでした。それにもかかわらず、当然のように司法か司法の条件には男子が明記されていました。なぜ同じ試験に合格しながら女性が除外されるのか。男女不平等の理不尽さを痛感し、込み上げる怒りを抑えることができなかったそうです。そして現在、夫を失い、経済的自立を考えていた吉子は、ふと当時の怒りを思い出しました。折しも戦後の日本は、男女平等を明記した新憲法を公布済みです。ならばもうあの時とは違う。女性でも裁判官になれるはずだ。こうして1947年3月、吉子は一人で司法省に乗り込むと、裁判官採用願いを人事課に提出しました。いかがでしたでしょうか。今回は日本初となる女性弁護士誕生後の人生をエピソードを交えながらご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いします。